ト選手、一気に勝負を決める気だ。なんと今度は素手で石板を引っぺがした。ゾリア飛んでもって投げた。オーラバース、もうこの時点で大成功。おっと、しかしゴー選手、そうしていたかのごとく先回り。コンマレベルの時間、逃げなきゃならないこの場面、しかも急激なダッシュによって体のバランスも崩れ、どうしても一瞬無知の動きは止まらざるを得ない。と出力を最大にして、やめ、スイッチ、やめろなんちゃって。ヘイルベルト選手、失神 KO とみなす勝者ゴン選手いやお見事、前の戦いを含め十分強大だ。いつでも相手になるよ。いよいよ今日から初の修行に入ります。あとは創意工夫をもって独自の念を構築していくだけです。つまり念能力の集大成といえ、次の6つのタイプに大別されます。物の持つ働きや力を強くする強化系、オーラの性質を変える変化系、オーラを物質化する具現化系、物質や生物を操る操作系、これら5つとは違う他に類のない特殊なオーラ、これは特質系と呼びます。一つは生まれ持った才能、もう一つは生活の中で磨かれた才能、研ぎ澄まされた五感は大自然以前は遊び場にして培われたものです。稀にオーラが特質系に変わることもありますが、これが属性の相性を示す6章図です。オーラの性質と近いものほど得得の相性がいい。当然強化系の能力の覚えが最も早く力もつきます。強化系オーラの性質と遠い特質系の能力は非常に覚えにくい。基礎化の場合はオーラをゴム状に変える能力を使っています。井戸はコマと自身の回転力を高め武器としているので、強化系操作系の能力も要求されるため相性が悪く今一つでしたがね、極めれば随一の使い手となっていたでしょう。しかし彼はダブルを作る能力を選んでしまった。この2つは強化系オーラとは性質的に離れた場所に位置します。苦手な能力を得得できたのは歩まぬ努力と武芸の才能の賜物。自分の持つオーラの性質と能力の重要さを理解してもらえましたか？そもそも自分のオーラがどの系統に属しているか調べる方法なんてあんの？あります。神言流に伝わるオーラの選別法です。ここに手を近づけて錬を行う。その変化によって資質を見分けます。水が溢れてる。私のオーラが強化系の性質に属していることを示しています。あ、ゴンも強化系か。葉っぱが動いてるっす。葉が動くのは操作系の証です。よっしゃ、最後は俺だ。何も変わんねえぞ。水を舐めてみてください。舐める？少し甘いかな。これただの水じゃないの？キルア君のオーラでね、君は変化系ですね。変化系ですか。これから4週間は今の変化がより顕著になるよう鍛錬を続けなさい。もしもし、ゴンだけど。僕といつ戦うか決めたかい？7月10日。その日に決めた。楽しみにしているよ。それでは修行の成果を見せてもらいましょうか。まずはキルア君から。おう、いいぜ。甘い、すごい。おー、これが精一杯っす。しかしまだその程度では不十分。次、ゴン君。ストップ、ゴン君。水が増える勢いでグラスにひびが入ってる。ゴン君、キルア君。知らない、やっぱり自分は。まだまだ修行が必要ですね。ゴンフリークス君、裏ハンター試験合格。合格ですよ、おめでとう。念能力の得得はハンターになるための最低条件。横島な密漁者や略奪を生業とする犯罪者を捕らえることはハンターの基本活動。しかし悪用されれば恐ろしい破壊力となるこの能力。なんだよ、最初から俺たちっていうか、ゴンには教えるつもりだったのかよ。ネテロ会長ですよ。二人のことは師範からいろいろ聞きました。キルア君、ぜひもう一度ハンター試験を受けてください。今の君には十分資格がありますよ。私が保証します。ハンゾーとクラピカ、二人は別の師範のもとすでに念を得得しました。クルは錬の習得に手こずっているようですね。レオリオは医大受験後に修行を開始するようです。クラピカやレオリオも頑張ってるんだね。明日のヒソカとの試合、くれぐれも無理をしないように。あなたはあと4週間同じ修行です。
あなたの上達の速さは波じゃない。ただあの二人が二人とも1000万人に一人の才能を持っていたというだけです。絶対いつか追いついてみせるっす。本日こちらの闘技場ではゴン選手対ひそか選手、大会始まりから異様な熱気に包まれております。先に姿を現したのはゴン選手。頑張れよゴン。で、ひときわ激しい炎を巻き上げ登場するのはひそか選手だ。そんな目で見つめないで、興奮しちゃうじゃないか。なんてまがまがしいオーラだゴン君、無理はよせよ。始め。今その戦いの火蓋が切られた。クリーンヒット、ワンポイント、ひそか。まだ僕は開始位置から動いてさえいないんだけど。楽しんでやがるぜ、ひそかの野郎。ひそかは自分が格上だと自覚している。それならあの手だ。ゴン選手の石板返し。ゴン、どこだ。クリティカル、ツーポイント、ゴン。これでポイントをひっくり返して2対1、ゴン選手リードです。審判にはポイントをつける際の好みがあるの。今のは石板をうまく攻撃に利用したところが。なるほど。ひそか選手、この試合初めて動いた。お？お、お？お？念についてどこまで習った。君強化系だろ。ダメだよ、そんな簡単にバラしちゃ。僕が考えたオーラ別性格分析さ。強化系は単純一途。合ってるっす。放出系は短期、特質系は個人主義、具現化系は神経質、操作系は理屈や性格が正反対で惹かれ合う。だけど注意しない。変化系は気まぐれだから、大事なものがあっという間にゴミへと変わる。僕を失望させるなよ。早い。かかっておいで。やだね、作戦中。それなら無理にでも。何が起きるかわかるかな。伸縮自在の愛、バンジーガムって言うんだ。もう逃げられない。ひそか選手、会心の右ストレート。バンジーガム、スタンドアップ、ゴー。やれるか。もちろん。さてここで問題。僕はいつ君のほっぺにバンジーガムをつけたでしょう。1、肘鉄の時、2、クリーンヒットの時、3、クリティカルの時。3だ。両手で殴った時だろ。ブー。オーラ別性格分析の時に飛ばしてつけたでし。一つ忠告しておこう。僕のオーラ別性格分析を聞いている時でも僕が飛ばしたオーラに気づいて。だがもし1、2、3の
時なら僕は直接攻撃の時もバンジーガムをつけることができる。普通は相手を殴った時についでにつける。密かの打撃を避けられなきゃ隠したオーラを強で見破っても意味がないんだ。密かのバンジーガムを防ぐためには密かの攻撃を全て避けなければならないってことっすよね。逃げられない、どうする？再開。逃げられないなら向かうまでだ。おーゴーン。今すぐ君を壊したい。崩すのがもったいなくなるぐらい売れてから我慢。オーラくん、ここで恐怖に負けたらこの先どんな相手とだって戦いっこないぞ。プラスダウンポイント1、ヒソカポタル、ヒソカ9ポイント、ゴン4ポイント。